それでは本日の前田レンジャーズの試合は、居酒屋サザンスフィーダとの試合になります。本日も前田レンジャーズ監督兼選手のプロ野球解説者前田幸永さんを呼びして、私浦部と共に解説させていただきます。幸永さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日の、先発は久保田ですね。まあ、本職は内野手なんですけど、この巧みなフィールディングからの立ち上がり、まあ、もともと内野手ということでね、はい、まあ、フィールディングには自信もあるんでしょうね。はい、まあ、制球力も抜群で、初回三者凡退という形でナイスピッチングを見せてくれました。しかもですね、今日バックを守るのは、都筑中央ボーイズの当時3年生だった選手たちですね。体験入部で5名来てます。5名も中学生が、我が軍が出てたわけですね。はい、もう初回からいい守備をこうやって見せてくれましたね。まあね、まあ、これが配信される頃にはもう高校生になってるんですね。そういうことですね。はい、まあね、こう、まあ、楽しい思い出もね、あってもいいかなというところでね、まあ、彼らは、まあ、この試合とはまあ別にね、高校野球で本当に大活躍してくれることをね、期待してます。はい、そして1回の裏、1番の元独立リーガー松橋、しかしここは相手の緩急にやられて凡退となります。続く中学生たちもですね、ここなかなか打たされてる感じですね。はい、そしてこの久保の当たりですね、シフトを敷いてたところ、ラッキーな投げ安打に、はい、なります。しかしちょっと甘く見ましたかね、久保も簡単に刺されちゃいます。ちょっと甘く見てますね。ちょっと甘く見てましたね、これは。そして2回表、この回久保田はですね、先頭にこうヒットを許します。ボール球だったんですけどね、はい、その後も連打を浴びて、こう得意なフィールディングや三振を奪うというようなピッチングもするんですけど、これですね、いいフィールディングを見せるんですけども、三振を奪ったこの後のバッターに、レフトの頭を超えるタイムリーを打たれちゃいますね。そして外野からの返球の際にボールデッドとなり、2点を先制されます。まあ、少し、ね、ここ、まあ、外野の頭を越されましたけど、こう、まあ、外野の守備も少し、ね、こう前すぎたんで、ポジショニングがちょっとどうかなというところでしたかね。はい、レフトコンタにちょっと舐めてましたね。ですよね。はい、そして2回裏ですね、この達川の、まあ、内野安打と言いましょうか、エラーと言いましょうか、はい、で出塁したところにコンタニのこのヒット、はい、いい打球じゃないですか今のね。はい、まあ、こうしっかり踏み込んで逆方向にね、ポジショニングミスということで、何が何でもの一打でしたね。その後の大垣がこれをタイムリーにします。すぐさま1点を返すことに成功するんですが、その後の副キャプテン金子、そして久保田、キャプテン久保田が凡退し、同点とはなりません。なかなか続かないですね。はい、ちょっと打たされてる感じが出てますね。そうですね。はい、で3回表ですね、この回も、久保田先頭にヒットを許すと、進塁打とポテンヒットでさらに1点を失ってしまいます。はい、これで1対3と2点リードの状況になりましたね。はい、3回裏、この回もちょっと攻撃の一等口をつかめずですね、レンジャーズは三者凡退に終わります。はい、4回表、この回はショートの田中の好プレーもあり、久保田は三者凡退に抑えます。4回3失点無四球のピッチングでマウンドを降りますが、先発としての役割どうでしょう。まあ、4回で3失点ですか、まあ、1点2点ぐらいで本当は抑えてほしいとこなんですよね。はい、まあ、なかなか、この日朝中学生たちに、まあ、ちょっと200球ほど抜擢してきた疲れがあったのかなっていうような、まあ、言い訳をしているようじゃ野球選手としてはまだまだですね。そうですね、ちょっと久保田には叱責が必要なようです。はい、はい、4回裏、この回先頭の伊藤がレフト前ヒットで出塁すると、このあとですね、相手ピッチャーの牽制悪送球があり、一気に三塁を陥れます。これですね、さすが快速、ボールが点々とする間三塁まで一気に行きます。はい、しかし続く達川が凡退、さらにコンタニのピッチャーゴロで、まさかの三塁ランナー伊藤が飛び出しタッチアウト、
これ打球判断ミスですね。これはちょっとひどいプレーになりましたね。いけませんね、これはね。はい。そしてこの大垣のヒットで今大ですね、ここ三塁を蹴ろうとした時ちょっと画面から消えたんですけど、消えましたね、はい、こんなんなってます。まあ、本当はここで2点ぐらい入ったであろう回でしたが、この走塁はいかがなものかなと思いますね、はい、これから、ね、追いつかなきゃいけないというところでの走塁ミスは痛いですね、はい、2つの走塁ミスで無得点となります。はい、そしてこの5回表ですね、久保田に代わってマウンドには浦部、金子とのリハビリ期間を終え、イップスからの復帰登板になります、うん、はい、まあ、イップスもね、まあ、ストライクが入ればなんとかなるんですよ、はい、しかしこちょっと発症したみたいですもんね。まあ、こういうこともあるんでしょうね、はい、僕はちょっとね、この気持ちがなかなかわからないんですけれども、はい、まあ、そういったところがね、ちょっとあったりするんでしょうね。はい、ちょっとはちゃめちゃな登板と復帰登板となりましたが、まあ、本当、この準優勝捕手、甲子園準優勝捕手の金子のリードのおかげで、なんとかこの3人で抑えることができましたね。うん、はい、炸裂しながらも三者凡退切り抜けることができました。ストレートが入ればね、なんとかなります、はい、そして5回裏、この、金子から始まる打順だったんですけど、これシフト敷かれてましたね、センター前抜けそうな当たりだったんですけど、まあ、ちょっとね、こう二遊間の方を締められてましたね、はい、やっぱりこうシフトっていうのはこういう草野球でもあるんですね。うん、まあ、最近のこう、ね、まあ、打球の傾向とかね、そういった部分って大きいんでしょうね、はい、そして久保田は凡退した後、この松橋の打球、お体崩されての一打だったんですよ。ヘッド残しましたね、はい、うまくね、もうほぼ片手一本でこの左中間エンタイトルツーベースという形でチャンスを作ります。いや、ナイスバッティングですね、うん、続く田中がこれライトへのタイムリーを放ち、これで1点差とします。はい、はい、ライトの田中のタイムリーで1点差としますが、この後続が倒れ、なかなか同点とはなりませんでした、うん、さあ、この回もマウンドには私浦部が上がり、うん、三者凡退に抑えます。まあ、イップスからこう復調気味のような感じではあるんですけど、うん、正直なところこう左打者のアウトハイのボールに一番こう指がかかった感覚がありました、うん、雪菜さん、これは元プロの見解としてどうですかね。どうなんでしょう、これイップスの気持ちがよくわからないので、この普通の何がかかるかからないっていうのはこれどうなんでしょうね、これね、普通のなんでしょう、正常に投げれるピッチャーでもやっぱりこうボール球だけどそっちの方が指かかったとかいう感覚とかっていうのはあったりするんですかね。あ、まあ、ないこともないですけどね、こう力感ないけどボールはなんかいったよねっていうような印象は、はい、まあ過去には何度もありますね、はい、そんな力入れてないけどなんかボールピッといったねっていうようなね、はい、だから結局この、まあ、投球っていうのはこうどこで力んでどこで力み間違えたっていうところがボールに現れるんで、はい、まあ、そこなんですよね。だからほんの、ね、数センチの違いで、まあ、キャッチャーに届くまでのボールっていうのもものすごく質が変わるものですからね、うん、はい、ありがとうございます、うん、そして6回裏、時間の関係上これが最終回となるレンジャーズの攻撃は2アウトからですね、コンタニが内野安打で出塁するんですが、うん、同点のランナーですね、3対2でリードされてて、はい、ここで出塁するんですが、このキャッチャーのナイスプレーですね、これで試合終了となり惜敗という形に終わりました、うんうん、はい、まあ、基本的には負けるのは、ね、あまり好きではないんですけれども、ね、まあ、随所にいいプレーもされたし、まあ、こっちもいい、ね、プレーが出たしと、はい、で、まあ、何よりこう、ね、我が軍のね、中学3年生たちが、ね、まあ、草野球とはいえ、野球をしっかり、ね、まあ、高校野球に、ね、これから行く選手たちですから、はい、ね、なかなか高校野球っていうのは、ね、まあ、草野球のように楽しいわけではないので、
まあね、思い出作りに、ね、楽しんでくれたのが一番良かったのかなとは思いますね。そうですね、たまにはこう、なんでしょう、中学生たちの体験入部という形でやれるのもなかなかこう楽しみがあって、ね、やはり野球はこう、まあ、人と人をつなぐじゃないですけど、うん、非常にいい時間だったなというような感じでしたね。そうですね、うん、はい、では本日も、このような形で、まあ、悔しい敗戦とはなったんですけど、はい、いい思い出の試合になったということで、うん、終了とさせていただきます。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、それを測ってこういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。